まず召喚をちょっとやってみてほしいなと思います。おお、蝶々は前足で味を感じるよ。どうも始まりました。ゴージャス動画です。私ゴージャスです。アシスタントは、はーい、お尻の大きいアリは甘いそうです。サイリーでーす。ね、で今日ゲストが今日もいっぱいいる。はい、こっちから。はい、古木のぞみでーす。なんか言おうとしたマナーちょっとでもいい、全然名前だけもいい。うん、絶対小学生の時に一回はアリンコ食べたくなるよね。ノリでノリで言えだろ。そして、はい、うん、ケムシは触ると痛い。ユキの高田ユキでーす。楽しい。じゃあ違うんですよ。豆知識は僕だけ言うんですよ。僕だけ、うん、僕の豆知識が劣化するじゃないですか。ね、ダメ、ねえ、アリ食べたくなんないでしょ、これ。ね、やばい、ね、まあ、アリは食べたってことですよね。私も食べる、一回どんな味だ。いやいやいや、危ないやつだと思われちゃうよ。事務所 NG だってダメだよ、これ。アリ食う声優さんでしょ、これ。ダメですよ、これ。ね、ということで、今回も素敵な声優さんをね、ゲストに迎えてお送りしたいと思います。はい、はい、クラゲー。おーい、そして今日は一体何やんのかな。はい、今回も、うん、ジャマモー。出た、ジャマモー。ね、前回はね、このメンバーでお送りいたしまして、はい、まあ、大体私が全部やってたんですけども、みんなでやりましたよ。みんなでやりました。みんなで交代交代。そうそうそう、うん、僕の、うん、恩恵っていうかですよね、うん、やっていいよっていう。そうですね、そういうのでね、なるほど、ね、ね、各皆さんのね、うん、盛り上がりをつけた。そうです ね、はい、今回はね、本当に僕、がっちり僕が全部頑張って、うん、本当に急遽のうち、ん、5分、4分分かんないです、もう分かんないです。5分で、5分で終わらせます。お願いします。分かりましたよ。はい、はい、今回もね、はい、スタッフさんお越しいただいてますんでね、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。はい、ということで、はい、スタッフさん、今回は、はい、召喚を、おまず召喚をちょっとやってみてほしいなと。おお、まあ、おそらく引きが良いと思うので。そうですね、いいキャラクターが出るんじゃないか。そうですね、やっぱり芸能界というところでやってる以上、運は持ち合わせてないとやっぱりやっていけませんから。ちなみにここまでも運で来ましたし、ここからも運でいくでしょう。じゃあ実力はゼロなんですね。実力はゼロでございます。うん、ねえ、はい、ということで、はい、じゃあ画面からいってみましょうか。画面はこちらです。ダン、はい、はい、今すべての運を使い尽くしました。今ちょっと回してしまったんですよね。ルーレット回したらもうね、うん、うん、ああもう今カスしか残ってません。私のカスしか残ってません。ここから、はい、結構大当たりだったんですよね。軽い気持ちでね、うん、あ、でもまだ続いてるかもしれない、この運が。あ、まだ続いてる。この気持ちで、なるほど、はい、うん、行きたいと思います。はい、はい、どうしましょう。じゃあもう一回、じゃあ、はい、はい、召喚で。召喚、はい、召喚、初めての召喚。そうだな、私はね、私は初めてですね、はい、さあ、どれにしますか、これは。できれば一番上の右側、はい、はい、右側、10プラス2。ちなみに星4のヒーローは2体確定で、最後が星6なので、おー、じゃあ星6が出た。星6が出るともう本当に大成功です。おー、安でしょ。星6出しますね。うわー、出ちゃうんだ。出ちゃいますね。出ちゃうんですね。出ます、出します、出させますね。じゃあ10プラス2のこちらのスペシャルヒーロー出現の方でいきますよ。はい、はい、じゃ、ちょっと全部出たら点数をください、うん、僕。おお、どのくらいの感じだ。ポチッと行きましょう。はい、召喚する。さあ、さあ、お、魔法陣からの、おお、やばい、怖いやつが、なんだこいつ、やってきた。あ、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 あ
けられない。ペンライトはつけられないそうです。つけられないほどすごいってことですよ。すごいってことですよ。ちょっともう一回見ていきますね。星3、星4、星5、星6、星7、星8、星9、星10、星11、星12、星13、星14、星15、スタンダードですよこれね。全くのスタンダード。さっき星4確定確定でしょ。2人は必ず出るので、だから本当僕たちが期待してるのは星5、星6ちょうだいよ、どうですか、出てません、うん、さっき運使ったカスです。さっき運使ったからだ。いやいやもうすっかすかのカスですわ。皆さんで誰が一番運がすごいっていうのを今多分ちょっと最下位は決まっちゃったような気がする。いや、同点最下位を見つけましょう、私はね。よし、じゃあ、どう？召喚運クラブだ。その一番運があった人は、召喚王として、カシリーに使っていい。じゃあ、行きましょう。よし、行きましょうね。行きます。ここですね。はい。はい。おう。いいだろう、もう再開決まってんだから。あ、こいで、なんだ、ほらほら、おお、出てこい出てこい、モンスターが来てる。すぐ来るよ、すぐ来るよ、すぐ決まる、すぐ決まる。はいはい、おー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 、えぇ、星4が1、2、3、4体。おお、さっきの1体詰まってたのかな。そうだったのかな、ね、そうだったのか、ね、ね、よかった、星4、いや素晴らしい、星4が4体。まあまあまあ、いかがでしょうか。ちょっといいと思います。まあまあ、でも星4とか見たいんじゃないから、やっぱり。そうですね。みんな出るかな、ね、出るかな、うん、ついに来るかな、やっぱね、これ持つとドキドキしますね。ちょっと話しけるかなって。いいんだよ。じゃあ、早速いきます。はい、出ろ。はい、出てくれ。出るかな、出るかな。さあ、ピキーン、ピキーン。さあ、さあ、待って、あー、セーフ、ビリでは、ビリではない。4でもまあね、使えるかどうかっていうのはその本人次第だからな。いいよ、はい、いや、そんなね、甘いもんじゃないんですよ、ご召喚っていうのは。ね、鍛錬に鍛錬を重ねたもん、いいんですよ。行きます。さあ、ちょっと色が違うんじゃない？目の色ちょっと違うんじゃない？一緒です。来た、取れたかもないよ、まだ。なんなんだよ。ガチャといえばね、うちのね、ガチャ娘ね。このガチャガチャ娘がいますからね、これね。じゃあ、もう、ね、豪華6出るまで引き続けましょう。あなたが次引くでしょ。ナイス召喚、見せてください、ナイス召喚を。はい、お願いします。召喚レディ。そうね。ね、よし、まず入れないとね、注入しないとね。いつもやるんですよ。大きくなってきた。気持ちが大事。何が大きくなってきた？円が大きくなってきた。円が。映ってねえから。円が大きくなって。入れる。くっ！はい、入った！入りました！よし！
なんかね、本当に全然俺と同じ結果だったら何がするの。いける、いきましょう。はい、はい、星5か6が見たい。よし、はい、はい、いけ。さあどうだ。おお、きた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 。目の色違うんじゃないこれ。ちょっとなんか豪華なんじゃない。さあ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 。お、これ2人で星4っていうことは星22ってことなんてこと。22じゃないの、2人だもん。いや、もう1回行ったらいけるのかな。最後、最後に、うん、そうなのに。いいですか、うん、やっぱ星今んとこ最低だからね、うん、5人の中でも、うん、運がちゃんと星5出るってこと見せて。そうですね、そうそう、はい、じゃあ星5を、はい、9体おいきなりハードルが上がってございます。あれなんでどんなかな。お嬢さんお願いします。すもうカスカスの俺じゃないですよ。もうさっき入った、そう、もう溜まりますからね。あ、もう入った、入った入った、ほらー、ファイヤー。おー、目の色が違う。おー、一緒。よし、目の色一緒。来い、ほらー、お前たち。カスカスやで俺。カスカスやで。今まで使いすぎちゃったのかもしれない。スタッフさん、でも僕やっぱり愛情だと思うんですよ。うん、星の数じゃない。うん、待ってください、うん。よく見てください。うん、ここに星あるでしょ。あれ、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 全部出したら、うん、もう出したら5。うん、結構な数。いやー、はい、結構ね、やっぱレア度高いってことですもんね。そうなんですよね。ねえ。じゃんじゃん出ても困りますしね。うん。さあ、じゃあ、ちなみにですね、はい、一旦あのメイン画面に行ってもらって、はい、上に本みたいなアイコンがあると思うんですけど、あら、じゃあそこで、あった、なんか、ふ、はい、上に本みたいな、ふん、ふん、ふんじゃねえわ、本だよ、ふん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 、あら、かわいい、これはかわいい、一覧を見ることができます。わあ、これさっき僕出したやつですね。え、え、あら、あら、あ、すごい騙されるところでした。あ、そうだっていうところだ、ね、違いますよ。なんだ、もういたのか。すごいな、すごいな。うわー、もうめちゃめちゃ強そうじゃないこれ。強そう、強そう、強そう。うわー、一覧でこうやって最初から見れるんですね。ナイトキャメロットだから一番最初のキャラ。うん、おー、やっぱ星5になるんだ。へぇ、おじちゃんとか。あ、チェックシーンの。いや、おじちゃん、いや、おじちゃんもおじちゃんおじちゃんは誰も見たくない俺。おじちゃん、大垣強そう、ね、強そう。あれですか、育てたら星4も星5に星6までなるやつもいます。へぇ、はい、じゃあ、じゃあ、じゃあ、なんと、ね、コツコツと。もう、あながし星さんも別にね、そうなんです、ね、ハズレではないですよね。ハズレはないです。愛情ですよね、これね。じゃあ、ハズレないです、皆さん。はい、全部当たり、おめでとう。うわ、結構いっぱいいるんですね。いっぱい、すごい。うわ、可愛いキャラがいっぱいいる。グリアス君、気になるキャラは、気になるキャラはね、さっきのウラムシアはこれ、これこの、これだったの。これが、これ星4、うん、星4で、こっち星6。ちなみにそのアイコン、キャラクターをタップすると攻撃方法が確認できます。この子、すごい、おめっちゃ出てる、めっちゃ出てる。守備すごい、幽霊から出てる、これとかもじゃあ強そうだ。
わー、かわいい。なんか止まれてる。なんか止まれてる。なんだしてる。回復するの？うん、回復って書いてます。すごいな。そのキャラを使ってもう一回ステージにちょっと挑戦してみたいな。じゃあ好きなキャラクターで一度パーティー編成を、はい、どうすればいいですか？パーティー編成をこちらで、はい、チーム変更をしてもらって、はい、チーム変更、はい、ここから、はい、チーム変更です、ね、自分で選んじゃっていいんですか？はい、これどうでしょう、皆さんで一体ずつ選びません？おなるほど。好きなキャラを、まあ、どうしよう。いや、まあ、俺が決めるんですよ。ゲスト、じゃあ選びましょう。やったどうしていいかな。お、あ、かわいい。あ、いいな。1体目じゃあ私これ行きましょう。はい、してもらって上の変えたいキャラクターをタップすれば、はい、おー、はい、じゃあ次、じゃあれゴージャス君がやっていけば聞いて聞いて、うん、あ、そっか、どうしよう。上から行きますよ。はい、皆さんも見ててくださいね。うん、どうしよう。え、なんか2人いるのとこも、おここね、紫色の髪の毛、天使の子。あ、かわいい。なんでですか？あ、これ？これの話？うんうんうん、2人いるの。ロビン、これ？あ、こっちの話、はい、なんか2人いますね。あ、ロビンダンサー。へえ、ダンサー。じゃあこれ、これにするの？これにします。ツインダンサー、はい、オッケー。いいんだよ、もっと強いのでも。あ、あ、そっか、うん、いいよ、どっちでもいいよ。いや、もういい、ツインダンサー。かわいい。さあ、じゃあ次、私はもう強いのを入れていきたい。そうだね。強いんだ。そうだね、やっぱね、強いの、星一番高いの。星弱め、これ星順かな、星順じゃないか。あ、じゃあやっぱ左上ですかね。そうだよね、私もいるよね。そう、強いの入れとけばもう絶対いる、その子ね。絶対なきゃ。さあ、飛んでいきますよ。いいんだよ、好きなキャラで。うん、いいよ。自分が声当てたやつか、はい。この緑のこの女の子、かわいい。かわいいな、かわいい。かわいい、この子で。はい、はい、じゃあサユリンは、はい、これでいいかな。確かに選びそうだけど。そうなんですよ。強そうな見た目が好きだから。あ、だけど、あの星4は嫌です。おあ、うん、もっとあの星が高いものがいいです。なるほど、うん、なるほど、うん、レード確かに。そうだ、お、来た。うわ、うん、そうそうそう、ここら辺がいいな。うこの星5の中だったら、そうか、強そう。それ4です。強そう。この中だったら、このパイロットの女の子とか、おー、なかなか。これパイロット、うん、これのこと、これちょっとパイロットっぽい感じで、はい、この子いいじゃないですかね。これで、はい、よし、これでちょっとステージを、はい、うん、そうですね、行ってみましょう。ドキドキ。はい、こちらね、もちろん5人になってるんで、はい、そっか、そうやばいね、めっちゃ難しくなるね。おい、これは頭脳戦だ。誰か、誰辞退してる、誰か。でも今回5分で、ね、5分で終わらない。言った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 、うん、よしよし、行こう行こう。さあ、どの辺行ったらいいんですかね。真ん中ぐらいがいい。真ん中、ほぼ真ん中ということは 6?6、7、5 あたり、うん、6、7、5。じゃあ6、6、6、うん、6行きましょう、うん、6だったらいけそうな気がする、うん、緊張してきた。6の1ぐらいにします。6の難易度があるんですね。6の3行きましょうか。6の3。真ん中ちょっと、うん、さあ、うん、それでは行きますよ、はい、はい、いいとこ見せちゃうんだが、広いな。広い、マスの数がすごく増えてる。考えることがいっぱいだ、いやいやいや。いやいやいや、アンズルナ。あ、見えた？見えなかった。見えないかい。あ、なんかわかった。え、すごい。私も。あ、そっか。あ、違う。あ、まずそこで止まるんじゃないですか。そうですね、一回丸いっちゃうか。一回止まっちゃう。あ、これは？おやおやおや、あの、あ
の飛び出たやつ。ちょっと飛び出たやつ。一番最後の顔じゃん。おやおや。おやおや。おやおや。いや、うちの子もいないんだから一緒ですよね。うわ、怖い子みたいな。これはいけそう、これはいけそう。ほら、減ったことによってさ。ちょっと ちょっと難易度が下がりましたね。うん、考えられるかな。こういってこうかな。あ、見えた。じゃあ、行ってみましょう。お、見えた。見えた。いや、俺も見えてるよ。俺も見えてるけど、やりたいんだったら一回だけね。優しい。あれ、こうじゃないですか。あれ違う。見えてない。見えてないよ。見えた。あ、そっから、あ、なんでもないです。道はたくさんあるから。めっちゃそうですよね。うん。あ、違う。間違った。いや、まだ行けますよ。お。状況が全然。あ、これ見えちゃうんじゃないですか。見えちゃう。これ、あ、見えましたよ。私も分かりそう。待って、ね。いや、見える、分かってる、分かってる。あ、ここからじゃない？うん、そっから私は始めました。そっから私は私はそこから始めてみました。あ、じゃあやってもらってもいいんじゃないですか。あ、じゃあもう分かってるよね、これ。俺もう本当に完全に分かってるんだからね、これ。本当だよ。一回切って、一回やってみなさいよ。はい、うん、切りますよ、一回切って。まあね、やり方いっぱいあるからね。あ、同じこと思ってた。同じこと思ってた。わっ、わっ、これは強いぞ、これは。ドラキュラ的な。もう、あ、あら、分かっちゃった。あ、分かっちゃった、これ。やってもらうじゃん。これ途切れなくていけます。お、いってもらう。え、俺も今やろうと思ったんですよ。え、やる？私もいけるかも、これ。いや、俺もいけるって。俺もいけるんだよ。あ、本当だ、途切れずにいけるこれ。俺もいけるって言ってるじゃん。いきます。俺もいってるよ。こういくでしょ。で、2回に曲げます。で、なってる、ちゃんとなってる。おー、同じこと思ってた。おやった、俺の勝利みたいなもんだよ、これ。もう、あぶねえ。最初どうなるかと思ったけど、いやー、なんで全部自分の手柄みたいなのもう全然、絶対分かってなかったですよね。分かってて、全部分かってるのに、会いたいっていうからやらせてあげてるだけですよ、僕は。ゲストさんの勝利みたいなもんだよね。違う、ゲストさんの勝利です。僕何回も言ってますよ、僕分かるよ、いけますよ、やりたいの、じゃあやらせますよ、やった、あ、俺もそう思ってた。この繰り返しですよ、もう。繰り返しが繰り返しですよ。全部繰り返しだったから、いやー、でも頭使いましたね、これね、今回も。いやー、全部消せた時すごいすごい。達成感がすごい。やったら、あの5体の時は難しかったでしょ、ほら。まあ確かに、なるほど。みんな、だからみんなのために思って僕は3体まで減らしたんですよ。おー、ね、作詞、スタッフさん、スタッフさん、分かりました、その僕の作戦。できれば5人でパーフェクトみたいな。思ったも、まあ僕もそうなんですけどもね。それはまた次回ということで。はい、そうなんです。はい、次回もね、やりますんでね。またですね、ユーザーさんに、はい、スタッフさんが特典をご用意していただきました。こちらからゲット。はい、今回5万ゴールドですか。そうです。5万ゴールド差し上げます。当分お金に困らないね、これね。もう、はい、そして次回はやっぱりね、ゴージャス、どうでしょう、
ヒーローはね、うん、強化してなんぼだと思うんです。そうですね。その他にもね、こうやっぱり覚醒だとかね、うん、限界突破だとか、お、そんなものを次回は見ていきたいと思ってますよ。もっともっと強くなって、おお、よし、やりましょう。、うん、はい、次回は僕頑張りますね。はい、ということで、ジャマモン、皆さんもダウンロードして遊んでみてくださいね。はい、本日はここまで、また次回お会いしましょう。バイバーイ。みんな、あの、ブレイクした時とか、今日のオンとか忘れないです。俺が育てたって。そうだね、自伝本書く時は、はい、宇宙海賊に捧ぐみたいな、はい、まず、冒頭に書いてる。あと、あの、ゴージャスは運がなかったって書いてある。うん、運がなかった、運がなかった。でも、あれ残念でしたね。でも、うち、嫁可愛いんですよ。そこで僕満足してるところある。あー、そこで、うん、5人の力で、はい、ちゃんとね、5人、5体、パーフェクトクリアを目指してほしいです。3分の1、掴め。おー、やめてね。成功。いやいや、おーとかリアクション。ゲームマーケットがお送りするゲームバラエティ動画チャンネル、ゴージャス動画、ぜひ皆さんチャンネル登録レボリューション、いいねボタンもクリッククリック、アーカイブもチェックチェック、それここチャンネル登録は8000。